リンカーン軍は、アメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は15,999人で、軍庁所在地はケメラーである。軍北部にあるアフトンの町は、福島県元宮市の旧白沢村と、姉妹都市提携を結んでいたが2006年12月31日を、もって解消した。リンカーン軍は1911年に組織された。 アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1590平方キロメートルである。このうち1539平方キロメートルが陸地で52平方キロメートルが水地域である。総面積の0.49%が水地域となっている。林間軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、 この軍は14,573人、5,266世帯及び3,949家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に6,831件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.15%、 アフリカン・アメリカン0.10%、先住民0.57%、アジア系0.23%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種0.71%、及び本欠1.19%で、人口の2.16%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち29.0%がイングランド系、14.6%が、 ドイツ系9.5%がアメリカ系6.1%がアイルランド系移民の子孫である5266世帯のうち36.5%は18歳未満の子供と暮らしており66.7%は夫婦で生活している5.1%は未婚の女性が世帯主であり25.0%は家族以外の住人と同居している 21.0%は、独身の居住者が住んでおり、7.9%は65歳以上で、独居である。一世帯あたりの平均人数は2.75人で、あり、家庭の場合は3.23人である。軍内の住民は30.9%が18歳未満の、未成年、18歳、以上24歳以下が7.2%、25歳。 以上44歳以下が25.4%、45歳以上64歳以下が24.2%、および65歳以上が12.4%に、渡っている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は102.0人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.3人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は4794ベイドルであり、家族ごとでは44919ベイドルである。男性の37353ベイドルに、対して女性は2928ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17533ベイドルである。人口の9.0%及び、 家族の6.24%は貧困線以下である。18歳未満の11.6%及び65歳以上の6.4%は貧困線以下の生活を送っている。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州林間群の基礎情報、全国カウンティ協会、2008年9月18日閲覧、アメリカが州国統計局、 2008年9月18日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。